中田昭介は昭和期の日本の政治家で非公選最後及び公選初代の佐世保市長である。佐世保市出身。早稲田大学生経科を卒業し、帰郷して地元の佐世保郡公新聞の記者になったが体調を崩し2年ほどで退職して実家で農業を営む。1916年7月の長崎県議会議員補欠選挙に擁立され初当選。 以後佐世保市議会議員、同議長、さらに衆議院議員を務めた後、戦後間もない1946年8月に、第12代佐世保市長に就任。翌年の初の市長選で引き続き当選、非公選1期、公選2期の、計9年間に及び市長を務めた。1945年6月の空襲で、市中心部を、消失、さらに終戦に伴う。 海軍解体で軍港として発展してきた市の存立基盤が根底から揺るがされる中、戦後の佐世保市を平和産業港湾都市、観光都市として再生するべく、九十九島区域を含む再開国立公園の指定や旧軍港市転換法の制定とそれに伴う住民投票に奔走。前者は1955年3月に指定が実現し、 後者については1950年6月に住民投票が行われ圧倒的多数をもって成立したが、その直後に勃発した朝鮮戦争により、佐世保は再び軍港都市としての機能を負うこととなった。一方、海上警備隊が1952年に発足すると、その基地の誘致にも動き、1953年には警備隊佐世保地方隊が設置された。 再開国立公園指定直後の1955年4月の市長選に参戦を目指し出馬したが、前年まで市女役を務めていた山中達郎に敗れ落選した。死去にあたり、日本人として初めての佐世保氏名誉市民の称号を贈られた。著書に佐世保政治生活40年がある。作家の吉田源次郎とは同居を勝つ。 大学同窓の吉しみで信仰があり、在任中の1952年に、市政50周年を期して、佐世保史家を改めるに際して、皇帝を依頼している。ありがとうございます。